どうも、ゆうしゃです。はい、さあ行きたいと思います。ダークオーディン、はい、動画では報告は一応させてもらったんですけど、まあ、5属性一応撃破することに成功してます。で、まあ、氷は動画上がってるんで、まあ、氷一番最初にだいぶ前にもやって、でそれからまあ放置してたんですけど、このちょっと体調崩してた間にパパパッとやってしまって5属性いったって感じなんですよね。で動画が撮れなかったので動画化できてなかったんですけど、まあようやく体調も少し戻ってきましたので、少しずつちょっとあの動画上げていけれたらなと思うので、まあ一度は倒してるものなので、まあ、再現できるかどうかということで、はい、行きたいと思います。まずは聖パーティーでいきます。2番目に倒したわけじゃないんですけど、確か炎の方が早かったと思うんですけど、まああの聖でとりあえず行きたいと思います。なんとなく聖はまだ優しかったイメージなんですよ、自分のパーティー的に。大チェーンがあって、魔法大チェーンがあって覚醒もあるっていう状態なので、まだマシだった。ただ実はその楽勝だと思ってたんですけど、完全に楽勝っていうところまでは、そこまではいかなかった。結構ね、あのギリギリまで追い込んでいるのに勝てないっていう部分で苦労したやつですね。このタマちゃんのバースト、まあ、反射なんですけど、属性反射なんですけど、まあ、これが非常にポイントになるんですけど、まあ、これに行き着くまでに、まあ、すごい時間がかかったと言いますか、まあ、他のことをいろいろ試してたけどなんかうまくいかず、デディアね、デディアでちょっと弱体化を狙いたいと思います。まあ簡単に言うと何が難しかったか、削りきれないんですよ、最終フェーズなんですよ。まあ僕はまあどのオーディンでも大体同じような悩みに行き着くんですけど、まあ最終フェーズが削りきれない、残り、まあ、手が届かないと言いますか、もう それをずっと、まあ、その対策をどうするかっていうことをずっと考えてやってるみたいな状態で、でこの聖パーティーもまさにそうだったんですよね。覚醒、リリアの覚醒がもちろんすごく強いんですけど、あ、間違えた、それを覚醒をどうしても前半に使ってしまうんですよ。リリアが聖属性のなんていうかな必殺技を持ってないので、もう覚醒以外ないっていう状態なので、まあ、覚醒使うしかないと。で、まあ、しかも標識解除もしないといけないので、まあ、実質リディアはもう絶対もうすぐ覚醒入るんですけど、でそうなると後半で奥義とかもない状態だったので、どう削り切っていいかがちょっともういいとこまでは行くけどっていうことを連続何回もやらかして、で最終たどり着いたのがこの反射戦略です。まあ、ぬるい戦略ではあるとは思うんですけど、まあ、マセキ6ではね通用しないかもしれないです。まといじゃないダメージ入らなくなるという情報がありましたので、だからここまでの戦略かもしれないんですけど、やっぱりすごく強力なので、強い戦略なので、その強さも含めて見てもらえたらなと思います。セインとね、属性反射の組み合わせはめちゃくちゃ強いっていうのはもう結構早くに気づいていて、でずっと僕はまあその難しいダンジョンをそれで無理やりクリアしたりとかしてたので、まあ、ここでもまあ役に立ったって感じですね。楽趣味投入、標識解除頑張ってもらいます。まあ、チェインが強いのできっちり解除されていくと思いますが、ホープがやることがないんですよね。アビリティがもう聖のアビリティを全然使えないので、実質まあ召喚マディーンをいっぱい作ってとか2つ作って無理やり使ってるような状態です。はい、また踏みとどをいかに維持するか、
まあ、プロセルとかも割と効くんですけど、もう今回はプロセルを入れずにいきます。反射もうきっちり回復、踏みとどまって回復して反射を使っていくスタイル。まあタマちゃんがいるんで、タマちゃんも結構回復頑張ってくれるんで、回復量はパーティー自体ではかなりあるんで。あと運要素としてはここっすね、リディアの連撃が、連撃次第で強式のレベルとかがちょっと微妙に変わってくる。あとはデディアの入り方、今かなりいいですね。ほら、まあ、連撃いっちゃうとどうしてもこうやって怒りよるんでね、すぐぶち切れよるんでね。これ誰か使うかな、使う、使った人をちょっとフォローするような形で入れていきたい。はい、回復できるならしましょうか。さっきのシャドウフレアとかが多少多分壁とかあれば軽減されますね。プロセルでもかなり軽減されますね。もう完全に乾燥ダメージを食らってしまうので何もしないと。ただまあ言うてカンストまでなので HP 持っていければある程度は耐えれます。まあ今の状態うちのパーティーだと耐えられないんですけどね。一人思いっきりはみ出してましたけど、トリニティサモン、ダーチャ、うわ食らうね、すさまじいダメージですね。回復しておきましょうか。踏みとどを使わないように回復しておこう。強式レベル2までなら耐えられるという状態で、もうすることないからこんなことになってますもん。ほらこんなことになってしまうで。チェインは本当は2回で終わらせたいんですけど、ちょっとタイミング、まあタイミングがすごい良ければ、リディアの連撃が最高であれば2本円で終わるんですけど、ちょっとね保険かけた方がまあ安全なので、3本を想定してやります。強いのよ、ほら回復量も凄まじいですからね。 OK、 さあ解除していこうぜ。位置に下がった、ナイス。もう一度いく、もう一度いくかい。3になりました。おお、あーいや入ってないわ。今一瞬弱体入ったかと思ったら逆でした。切れてきてましたね、切れてきとんねやん。ちょっとタマちゃんを回復したいね。万が一にもちょっとね、タマちゃんは死にたくないんですよ。それ以外の人ならまあリディアとかは最悪ですけど、それ以外なら結構耐えられるんで、死んでもタマちゃんのバービーでサクッと生き返すことができるんですよね。やつはねバービーも優秀ですからね。ヘイストも入れたいけど、トリニティサモン、うわー威力が高い。オッケー、がっつり回復しました。そろそろバーストいこうか。あ、バーストじゃない、チェインね、チェインいきましょうか。念のためです、念のため。回復量多すぎるぐらいなんですけど、どんどん使っていきます。リディアのね覚醒が次のターン持つかどうかぐらいだと思うんで、短縮を入れてなんとか間に合ってくれればなという
はい、これでチェイン張り直し、最後までいけるかな。微妙なタイムですね。微妙なところです。非常に難しいところ。いけそうな気もするし、いけなさそうな気もする。ギリギリになりますね。かなりギリギリになると思います。リディア次第かな。このリディア次第かな。入れば、入らなかった。覚醒に入ればと思ったんですけど無理でしたね。どうしようかな、悩む。とりあえずバーストいきます。踏みとど入れといて、いいよ。あ、やばい、ヘイスト入ってない。ヘイスト切れてるかも。ちょっとヘイスト入れます。これまといバーストもらいました。まといバーストと、オーバーフローもらってます。そっか、ヘイストが切れてたから、もしかしたら覚醒がギリギリ届かんかったんかもね。ちょっとミスりましたね。一発打っときましょう。どうせゲージは溜まりまくるから。オッケー、このままいきましょうか。打てず、キャンセル食らって、さあ反射、こっからですよ。こっから削り切れるかどうかです。よいしょ。グレイプニール回復しないとちょっとまずいですね。ゲージが、回復薬のゲージが溜まっていないので、タマちゃんの激励で回復してもらって、1回目のエレメントを耐える感じですかね。よいしょ。はい、オッケー。さあ残りどうやろう、50万ぐらいかな。まだ50万以上あるかな。もう一丁エレメンタルドライブ来る。なるべく体力を回復したい。この反射ダメージを最大化させたいんでね。そしてチェインも稼いでいく。ゲージが溜まっておりません。ナイス。はいはいはい。さあ回復します。185。しかしチェインは、チェインのタイムは少しずつ減っていくよ。オッケー、回復しまーす。さあ頑張れ。はいはいはい。さあさらに回復して、201、202、203。来てる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 。オーバーフロー溜まってます。打ちまくれる。ただそんなに時間はないんですよ。もうどんどん打たないと。よし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 。
さあラスト3、天罰喰らいやがれ。ちょっとホープゲージ余ってますよね。もったいない。待機すればよかった。メイジも打ちます。全ての火力を。はい、さあ頑張れ。はい、ホープもう一発打てると思うんですけどね。多分食らって回復します。回復できない。じゃあ放りじゃ。レディア、レディア、よし。はい、踏みとどまって、よしよしよし。さあこれで99,999。最後ホープのオーバーフロー繊維内で収まってくれればいけるんじゃないかと思うんですけど、よし収まった。天罰喰らいやがれ。天罰を喰らえ。イヤッフー。どうでしょう、どうでしょう。よし、ギリギリでしょ。もうギリギリ、ちょっとゲージ余ってたんで、ミスはありましたけど、はい、まあなんとかいけました。はい、マギア、もっとマギアも振れよってはずですよね。中途半端なマギア状態ですけど、はい、なんとか生属性パーティークリアでございます。はい、まあ、こんな感じでちょっとずつまた動画にしていけたらなと思うので、よかったら見てください。ありがとうございました。